はい、タケさんからご依頼の PB の、こちらが3箱目になります。 Day 3ですね。はい、よろしくお願いします。こちらが、土曜日ですね。木金土、開封はもう木曜日に行っちゃってます。で、発送はこの動画見てるときは多分土曜日ですので、店長的にはまあ、いわゆる明日のね、明日っていうかね、はい、木曜日発送じゃないや、金曜日発送ですね。金曜日発送してますんで、土曜日着でお受け取りできるかと思います。ちょっと、サインカードが2枚ともノンシリですね。ちょっとシリアルオートかスケッチカードあたりを当てたいところですね。まだちょっとね、コーツ系もありますからね、ちょっとその辺を当てたいです。まあ多分ケース開けると4-5ヒットぐらいはあるんじゃないかなと思いますけどね。まあシリアルオートも入れると多分5ヒット6ヒットぐらいかな、うん、と思いますね。スト2分の1ぐらいなんでね、なんとか1個なんかお願いしたいです。ただスターウォーズは難しいのを皆さんのがよくご存知ですよね。よいしょ。まあ最近はね、まあ加減かなっていうぐらいの生産数になってきてますんでね、まあ、これ以下にしちゃうとやっぱりどうなんでしょうね。これ以下ってできんのかな。いや多分きついと思いますよ。これ以下だったらやんないみたいな生産数からいくとね、採算合わねえみたいになっちゃうと。よいしょ。はい、じゃあいきまーす。はい、うん、しょっぱなメダル、うん、シリアル入りだ。49-99。このメダルもね、あ、パープルですね。3シリとかだとね、お、3入りってなるんですけどね、99でした。レギュラーカード寄付で、パラレルとインサートは送付ですね。サート、サインか、スケッチ。お願いしたいですね。さあどうだろう。BB8 のパープル199、うん、通常ですね。まだ来ないですね。あ、あ、スケッチだ。ね、はい、よかった。はい。裏面からですね。まあ、とりあえずサインを。ちょっとわかんないな。はい、さあどうでしょうか。お願いします。せーの。ああ、まあいいっすね。うん、おお、いや結構気合い入れて塗ってますよこれ。ほらわかります、この光沢。ハンドドラのスケッチですよ。確定っすよね。
ほら、塗ってる筆圧、わかります？で、ちゃんとこう、顔のね、輪郭に合わせて、筆を動かしてますから。ちゃんと骨格がこう出来上がってるね。いいですね。多分レイがライトサーベルこうビョーンって出した時の表情 わかりませんが。はい。いいですね。うん。レイのスケッチですし。いや、じわりますね、これね。こう近くで見てもほら。こうですか、もう。ほんと。スキンケア完璧です。いいですね。うん。あ、よかったよかった。よいしょ。お化粧のノリも良くて。はい。いいですね。99。やっぱりまあ、そうですね。3個ぐらい開ければ、まあ、1個はなんか出るかな、みたいな確率なのかな、と思います。まあ4、5箱ぐらいは、まあスケッチが2ぐらい。2か3なんですけどね。2か、まあその辺ぐらい。で、あと、まあコスチュームとかが出れば、まあちょっとお通常は出にくいですけど、南部くんの25だっけ？ 99 か。ありますからね。で、シリアルウォートも多分、まあケースで2枚ぐらいはあるでしょう。多分。って考えると、まあ、5箱ぐらいは何かしらあるかな、というとこですよね。まあ、ちょっと幅を広く見てですけど。ということで、3日間ありがとうございました。初日がこうか。BB8 と、ね、はい。ちょっと聞いてないですけど、みたいな。はい。ね、富澤さんですね。それとスケッチ。これもいいですね。スキンケアがいいです。はい。ということで、ね、3個開封終わりました。またね、ぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。